動画をご覧の皆さん、こんにちは。大学院合格請負人の藤本健一です。さあ、今回も藤本の格論をお届けをしてまいります。今回はですね、土曜日の大学院受験相談会か体験授業かお好きな方をどうぞというテーマでお届けをしてまいります。うちの塾ではですね、社会人の方の大学院進学を1対1で応援するということで、多くの方からですね、お問い合わせいただいております。すでにですね、うちの塾からですね、合格を勝ち取った人何人もいらっしゃいますし、またですね、博士進学しましたという方であるとか、修士の課程を終えたのを受けて、転職に成功しましたみたいな方多くいらっしゃいます。そういうご連絡をいただくためにすごく嬉しいなというふうに思っているところです。ただですね、この大学院受験のアドバイスをする塾なんですけれども、今まで体験授業という形でですね、1対1での体験授業、そういった形でしか今まで、入塾したい人の授業を行っていなかったというところがありました。体験授業の場合はですね、例えばどこの大学に行きたいか明確であって、すでに対策を始めていたり、あるいはですね、自分自身で大学院受験をちょっとやってみたけどうまくいかないみたいな、そういった経験をしている方が結構多いんですけれども、その一歩手前の方っていうのも結構いらっしゃるなと思うんですよね。例えば、大学院受験興味あるけど何をやったらいいかわからないっていう方であるとか、あるいはちょっと2、3年後とか来年ぐらいとか大学院受験してみようかなと思っている方であるとか、あるいは MBA もいいかもしれないし、アカウンティングスクールもいいかもしれないけれど、自分に何が向いてるのかなっていうふうな方であるとか、そういった方にとってですね、2時間の体験授業って結構重いかもしれないですよね。ということを受けまして、今年からですね、土曜の大学院受験相談会というものを始めております。これは1回1時間でですね、Zoom の中で開催をするというものです。何を行うかというと、大学院受験についての悩みであるとか、ご相談であるとか、あるいは大学院受験の全般的なお話、あるいは使える制度であるとか、お金のどうやったら工面できるのかみたいな話、そういったところ、あるいは勉強法であるとか、何を対策したらいいのか、そういった全般にわたるお話を提供する場として想定しております。すでにこの大学院受験のですね、土曜の相談会、多くの方に来ていただいております。だからですね、この土曜の受験相談会、ちょっと大学院はちょっと自分にとってはちょっと結構先の話かなみたいな方にとってみると、受けてみると、意外と挑戦できるんだなみたいな形で、前向きな気持ちになっていただくこともしているというところでございます。なのでですね、うちの塾、最初の一歩としまして、土曜日の大学院受験相談会か、あるいは、1対1での2時間の体験授業か、どちらかお好きな方を選びいただければと思います。両者何が違うかと言います。まず時間が違います。大学院受験相談会は1回1時間、そして体験授業の方は1回2時間で行っております。土曜の大学院受験相談会の方は1回、参加料として5000円税込み、そして、体験授業の方は1回1万1000税込みという形になっております。参加人数としまして、大学院受験相談会は1から5名という少人数の開催となっております。一方、体験授業の場合は1対1で最初から最後まで行うという形でございます。日程としたらですね、大学院受験相談会毎月1回から2回開催しております。うちのホームページ上でですね、日程を出していますので、そちらの日程合うものを選んでいただければというところです。体験授業は随時開催しておりますので、こちらの希望日行っていただいて、私と調整した上で開催ということになります。どちらにしてもですね、最初の一歩軽やかに踏み出すということが、自分のキャリアアップであるとか、大学院進学をしたいという夢を直結するのに役立ちます。だからこそ、土曜日の大学院受験相談会か、体験授業か、お好きな方を選びいただければと思います。そして、大学院受験と夢を叶えて、ご自分のキャリアアップ、達成していただければというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。というところで、皆さん、今回もありがとうございました。